今度出るね MacBook Air なんですけど、2020年モデルは第10世代のインテル Core i シリーズがね採用されて、すぐの2019年モデルより CPU の性能とかグラフィック の性能が最大で2倍程度向上してるんですよね。すごいんですよね。処理速度とかそういうものにおいてかなり性能がアップしてるってことなんですよね。あと価格も技術が上がったのに安くなってるんですよね。コスパもいいんですよね。それが魅力ですよね。バッテリーの継続時間とかはそんなにほとんど変わらないんですけど、11時間程度になったみたいですね。あと Wi-Fi は前のモデルと変わらないんだけど、 Bluetooth は Bluetooth 5.0 にアップグレードされてるんですよね。あと一番変わったっていうかいいっていうこと言われてるのはキーボードが変わったんですよね。シザー式っていうのにね、今までバタフライ式っていうのが途中から採用されてたんですけど、なんか打ってる感じがないんですよね。そんなにキーの押し込みのストロークがすごい少なかったんで、今のその変わったシザー式って、これから変わるシザー式っていうモデルになると、ちょっと数ミリね分厚くなってるから押した感じがあるんですよね。それはタイピングとかする人はね、すごくいいポイントですよね。映像の出力なんかも内蔵のグラフィックスの性能が向上したので、最大解像度が 6K になったんですよね。これすごいですよね。 6K ってすごすぎ。もう MacBook Pro みたいな、もう MacBook Pro の性能が MacBook Air の方でも味わえるっていうことになってるんですよね。これすごいことですよね。そう、さっきも言ったけど、価格も結局一番下の Core i3 のモデルでも10万円台っていう感じになったんですよね。しかもなんか Core i3 っていうと、なんか Core i5 でもちょっとってなってたのに、 Core i3 かよと思うかもしれないけど、それでもどん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 性能が上がってるからすごいいいんですよね。だからそういうことを考えるとコスパがねものすごいいいですよね。本当に CPU の性能はめちゃめちゃ上がってるんですよ。すごいです。これはマイクもスピーカーも改良されてるっていうのもまた魅力ですよね。いや、どんだけ改良すんのって、もう MacBook Air がどん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 進化してるっていうのは嬉しいですよね。僕が買ったのは2013年モデルの MacBook 2013 11インチのモデルなんですけどね。生活をしていく中で Mac に出会えて生活の幅を広げてくれたと思うんですよね。どうも、今回なんですけど MacBook Air を数日使ってみてのレビュー感想を言いたいと思います。2020年3月も終わろうとしているこのタイミングで、僕はこの前の3月18日に新しい MacBook Air が発表されたばかりなんですけど、僕はその最中この2013年モデル11インチの、今は亡き11インチのモデルを購入いたしました。 MacBook Air を数日間使ってみてのレビューを発表したいと思います。早速ゴー。僕が購入したこの MacBook Air 2013年モデルの11インチのモデルのスペックを紹介していきたいと思うんですけど、こちらですね。こちらはプロセッサが 1.7GHz インテル Core i7 のモデルです。そう、 Core i7 なんですよね。こちら Core i5 から1つ上がってますね。あとメモリは 8GB のモデルです。 SSD は 256GB なんですよね。そのモデルでなんとですね、価格が3万8000円だったんですよ。フリマアプリで中古で購入させてもらいましたけど、しかもね、2012年からね2013年でバッテリーの持ちが向上してるんですけど、そちらのモデルであるにもかかわらず、さっき言わせてもらったスペックであるにもかかわらず3万8000円という激安価格で、しかも傷がね全然ないんですよね。
本当に綺麗な状態のものが届きましたね。めちゃめちゃお得なんですよね。僕は購入させていただきました。まず良かったポイントから言っていきたいんですけど、まずね、もうなんと言ってももうめちゃめちゃ軽い、片手で全然扱える、このサイズ感がね、もうね11インチならではですね。最高です、このサイズ感は。僕の場合はそんなに小さすぎるとは感じません。画面のサイズもなんか小さすぎて表示する容量とか文字が小さいとかっていうことを言っている方もいたんですけど、自分の場合は全然まあ手元で使ってますし、今動画編集とかそういうことには使っていないので、画面のね表示領域が少ないっていうことに対して不満をね抱くことはそんなにないんですよね。なんでね、これ全然僕的にはサイズは問題ないです。画面の綺麗さ、今やっぱレティーナディスプレイとかいろいろ出てるんだけど、別にねそういうレティーナモデルとかではないんですけど、何にも不満はないですね。案外いいなと思ったのが、2013年モデルというか今のモデルには採用されてないんだけど、ここの充電の線を刺すところがここマグネットになってるんですよね。ここがマグネットに、これこのマグネットでつく充電器ね、本当にいいですよね。もしなんかどっかに置いといて足を引っ掛けてしまったとしても、これがパッて外れてくれるから、 MacBook がずれ落ちて一緒に落ちちゃってバコーンってなったりすることがないんですよね。本当にいいですね。これ本当にスタイリッシュにできてますよね。ちゃんと考えられてる。こちらね、最新の OS にアップデートすることができるんですよね。アップデートすることができて何不自由なく使えています。いろんなところにね持ってって、寝る時とかもこうやってちょっとこうやって見たりしてやってますし、膝の上とかに置いて使ったりとか、 YouTube を見たりするのに持ち運びがね、やっぱいいのがね、特に11インチのモデルのいいとこですよね。感じてるのはこの一回閉じますよね、そしたらスリープ状態に入りますよね。そしたらね、ここの復帰が早くないですか。この一回閉じてある状態からこうやってパッと開くと、これ早いっすよね。これもねすごく魅力で、僕はもうシャットダウンしないでパッと閉じて使ってるんですけど、全然ねそれでもバッテリーの減りをねあんまり感じないぐらいバッテリーが向上してるなと思います。だから2013にして良かったですよね。バッテリーの持ちが向上してる。予放電回数ってのが40回未満という2013年モデルの中ではかなりそのバッテリーを消費してないモデルだったんで、安い割にねそこも整ってるんですよね。本当にいい買い物でしたね。まだ1週間経ってないんだけど、全然ね充電しなくてね結構長い間使えるんでね、まああんまりだから充電もなくなりますよって言ったぐらいで充電を挿すぐらいの感覚ですね。あんまり挿しすぎてもねバッテリーの持ちにも影響すると思うんで、かなり持ってくれるよっていう感じがしますね。あと感じてるのは、2013年って今から結構前じゃないですか。もう7年とかってことですよね。それにしては最新の OS に変えてしまえば、その時のモデルでも今全然使えるんですよね。そのスペックによっても違うと思いますけど、昔のモデルなのに今でも全然使えるんですよね。しかもデザインがこれですから、未だに中身がアップデートできればめちゃめちゃかっこいいパソコンとして使えるっていうのがこれで十分ですね。今年のその3月18日に発表になった2020年のモデル買う人いますかね。コスパの高い内容になってるらしいんでね、うわ羨ましいな。本当に画面も綺麗でね、でスペックも高いのを
買えばね、もうメインとして使えるものになるんでしょうね、きっと。この時代に僕は2013年でとりあえず頑張って使っていきますよ。うん。でもね、本当にこれで十分、僕の場合は、今のとこは。最高です。はい、長々すいませんでした。まあ、今日の動画がね、少しでも参考になったよ。もうさすがお前、アップル信者だよ。よかったよ。うん、そんぐらい喋れればいいよっていう人はグッドボタン。これからもね、アップル製品のことも言えたらいいし、その他のね、ダイエットやミニマリスト、まあ、その他他のね、生活に役立ついろいろな情報をね、発信していきますんでね、お兄さんもね、お姉さんもみんなぜひチャンネル登録して見逃さないようにチェックしてくださいね。はい、では今日の動画はこの辺で以上になります。うわぁ、リンゴ光るよ。これもだって今ないんですよね。いいよね、リンゴ光るの、かっこいいよね。そういうとこもお気に入りです。かわいい。持ってるよとか昔使ってたよって人はコメントくださいね。ぜひチャンネル登録もよろしくお願いしますね。では今ね、結構深夜なんですけどね、もういても立ってもいられず、ここ数日間のレビューをお伝えさせていただきました。最後まで見ていただいてありがとうございます。また会いましょう。バイバーイ。